世の中響きゆすれる御恩急ぎなるを式奉教の宮にも聞こしめして年頃世の中にはあまねき御心なれどこの渡りおばあやにくに情けなくことに触れてはしたなめ宮人をも御恩用いなくうれわしきことのみおかるにつらしと思い起きたもうことこそはありけめと愛おしくも辛くもおぼしけるを くあまたかかずらいたまえる人々多かる中に、とりわきたる恩思いすぐれて、世に心にくくめでたきことに思いかしずきたまえる恩すくせおぞ、我が家まではにおいこねど、名簿におぼすに、またかしこく世に余るまで、響かし営みたもうは。 覚えぬ弱いの末のえにもあるべきかなと喜びたもう北の方は心ゆかず物人の,のみおぼしたり、女吾のおんまじらいのほどなどにも、おとどのおん用意なきようなるを、いよいよ恨めしと思いしみたまえるなるべし。ここにもでも、喜べない人が出てくるわけ。 世の中響き揺るがすような世の中をとどろき揺るがすようなご準備盛大なご準備であるがそれを式部教の宮我の祝いを受けるご当人である式部教の宮の方でもお聞きになって この式仏教の合っていうのは前にもつまり光源氏があの住む証へ留託されるようなあの不遇な時期に光源氏に対して冷たかった人ですねそれは前に出てきました光源氏もそれは十分承知している心にちゃんと刻んでいる人ですがしかし 紫の上の父であるわけですから式部教の宮にとってもそれはちゃんと自分でも分かっているそしてそれから後自分に対して光源氏が冷たいということもいろんな体験で分かっているわけですでそのことをお聞きになって 年頃世の中にはあまねき御恩心なれどこの源氏の君という人は年頃世の中にあまねきおう心広い慈悲の心を行き届かせていらっしゃるお方だけれどこの渡りをばあやにくに情けなくこの 自分の周りに自分の周辺のことについてはあいにく冷たくって具体的なことに関しても仕打ちが。 冷たって宮人をも多い多いなく自分のところに仕えているものに関してもお心を配ってくださることがなくって。 しいことばかりが多かったのにそれはきっと源氏の君の方でもつらしと思い起きたもことこそありけめ自分のことについて私の仕打ちについて 忘れないことだ恨めしいことだとお心にとどめていらっしゃることがあったはずだと「愛おしくも辛くもおぼしけるを」そのことを反省してみるにつけておいたわしいともまた 辛いことだとも思いになっていらっしゃるがこんなふうに <coughs> 源氏の君にはたくさん関係をお持ちになった人々がいらっしゃる中で取り分けたる恩思い優れて これは紫の上ですねに対して紫の上その人が格別取り分けての思いが深くって源氏の君の紫の上に対するご寵愛が格別に深くって この上もなく心にくく結構なことに思いになって大事にせられていらっしゃるその前世からの因縁を自分の家にまでは響いてこないけれどもそう 面目あることだとお思いになるにつけてまたこんなふうに世の中に有り余るほどにこの度の自分の我の祝いにつけて 響かし営みたも、非常に大掛かりに営んでくださるのを、思いがけぬ弱いの末に、弱いの末の栄え老いの命の名誉あることだと、 喜多忙を深くお喜びになっていらっしゃるのを式部の宮の心中ですね北の方の方ではつまり紫の上に対して冷淡であった 後のまマまこ物語ほどうんごいあれは源氏物語の中には出てこないわけですけれどもしかし多少そういう気配類することはあるわけでこの北の方なんかも後沿いとして繊細のこの紫の上には 冷たたかったわけですその北の方は今も心ゆかずもの人のみおぼしたり心が満たされず面白くないばかり思っていらっしゃる <laughs> 光源氏もこの人に対しては別して冷たいわけですね 女房の大混じらいのほどなどにもこの人の娘が女房として宮遣いをしているわけです北の傍らの中の君あるいは大女房 いうふうな人が宮廷に上がっているわけです。その自分の娘が女房としてお仕えしているその高級生活おじらい高級の女たちの生活ですねその高級生活などにつけても おとどのお恩用いなきようなるをいよいよ恨めしとい思いしみたまえるなるべし光源氏のご配慮がない様子であるのをいよいよ恨めしいと心に思いしみていらっしゃる であろうよこういうところもなかなかこう同じ式部教の宮一族ですけれども式部教その人これもなかなか源氏に対して複雑な経過を持っているわけですがさらにその今は北の方である 紫の上のママハにあたる女性というふうなものも複雑な心が高まっているわけですね。そういうことをちゃんと書き分けているわけ。